ゲリラ豪雨高降水型スーパーセルゲリラ豪雨は集中豪雨の一種。正式な気象用語ではなく、突発的で天気予報による正確な予測が困難な局地的大雨を軍事のゲリラに例えたもの。従来から使用されていた州や集中豪雨、夕立ちといった言葉をマスメディアが代用した表現で2008年には新語。 流行語対象トップ10に選出されている。極地豪雨、ゲリラ雨、ゲリラ雷雨などの呼び方もある。集中豪雨、ゲリラ豪雨、夕立は、気象学での定義付けは、明確になされておらず、日本でのみ用いられる。日本の気象庁は、予報用語として、ゲリラ豪雨は用いず、集中豪雨と、局地的大雨、または、短時間強雨などの用語雨量などに応じて、 使い分けている。ゲリラ豪雨という要言の初期の使用例には、1969年8月の読売新聞がある。1960年代までは、気象災害による死者、負傷者の最大の原因は台風だった。しかし、伊勢湾台風後に災害対策基本法が制定され、防災のためのインフラストラクチャーが整ってくると、接近時期や進路が、 事前に予測しやすい台風の被害は減少していった。その一方で、梅雨前線などにより、下季を中心として、集中豪雨の被害が目立つようになった。そして従来の気象台による荒い観測網では、予測困難な集中豪雨に対し、ゲリラ豪雨の名称が用いられるようになった。ゲリラの後には突然発生すること、予測困難であること、局地的であること、 同時多発することがあることなどのニュアンスが含まれている。このような集中豪雨の発生を補足するために、1970年代にアメダス観測網の整備が行われた。また、気象衛星、ひまわりにより、日本上空の雲の動向を網羅的に把握できるようになった。数値予報の精度向上も、集中豪雨の発生の予測に大きな役割を果たした。 このようにして梅雨前線に伴って発生するような集中豪雨では全くの不意打ちになることは少なくなった。1999年7月21日に東京都区部で発生したいわゆる練馬豪雨では練馬区役所で1時間あたり91ミリの降雨を記録した。この豪雨の被害は死者1人、重症者1人、軽傷者2人、 床上浸水493棟、床下浸水315棟に上った。周辺では、豪雨は、愚かう事態が降っておらず、降雨範囲は、極めて狭かった。2006年頃から広く用いられるようになった、理由としては、マスメディアや民間気象予報事業者によって、予測困難と思われる、局地的大雨に対して用いられるようになってきている、ことが考えられている。 これらの豪雨は 10km 四方程度の極めて狭い範囲に1時間あたり 100mm を超えるような猛烈な雨が降るが雨は1時間程度しか続かないという特徴がある。これは前線に伴って次々に積乱雲が発生、通過して大雨になる集中豪雨とは明らかにタイプが異なる。都市の下水道は一般的に 最大降水量として1時間に50から60ミリメートル程度を想定しているため、これを超える雨量では短時間であっても処理しきれずに都市型洪水を発生させる。このような豪雨はヒートアイランド現象と地方風によって積乱雲が著しく発達し、もたらされている可能性が指摘されている。2008年7月から8月末の日本各地での豪雨災害の際、 特に同年8月5日に、練馬区周辺での局地的豪雨の際には、豪雨になっていなかった下流で、下水道工事中の作業員5名が流され死亡した。これが大きく報道された時に、ゲリラ豪雨という用語が品質したことから、第25回、現代用語の基礎知識戦ユーキャン新語、流行語大賞では、ゲリラ豪雨がトップ10に選出された。このこともあり、 ゲリラ豪雨の言葉が広く、一般的に用いられるようになった。1970年代からの当初の定義では、気象観測網に捉えにくい豪雨という難補足性、難予想性の意味合いが強かった。しかし現在では、大気が不安定な状態で、関東平野の広い範囲で降った散発的豪雨を、マスコミが、ゲリラ豪雨と報じるなど、当初の、難補足性、 何予想性から何予想性、強日交性を念頭に置いた意味合いに変質しつつある。2017年には1976年からの10年間と直近10年間の気象庁の観測結果を比較した結果、ゲリラ豪雨の発生数が全国平均で約34%増えていることが判明した。このような豪雨への対策として行政や 研究機関などは、さらなる研究と観測、予測の強化、官民の防災機関などは、ゲリラ豪雨に対応した防災体制の構築と、主に二つの方面からの取り組みによって、防災、減災が図られつつある。前者では、現存する気象レーダーを活かしつつ、観測間隔を30から10分間隔から5から1分間隔へ、短縮したり、 雨雲あるいは風の移動速度、方向が観測できる、ドップラーレーダーの設置箇所を増やす対策が行われているほか、さらに数値予報モデルの高精度化、雨粒の直径を計測できる新しいタイプの気象レーダーの設置、また多数のリアルタイム観測データから、積乱雲の発達段階において豪雨を予測する技術の開発が進められている。後者に関しては、 特に洪水などの情報伝達に関して課題があるのが現状で、地方公共団体により差がある。防災行政無線の整備や、情報受信端末の各家庭への普及などの費用がかかる対策は、なかなか実行できないという自治体もある。こうした地域では、自主防災組織や消防団、水防団といった、従来の活動を活かし強化する手法も重要と、 されている。また、民間機象会者や IT 企業では、携帯電話を利用して、多数の利用者から、豪雨の情報を収集、再配信したり、独自の予報を発表、配信したりしているところもあり、ボトムアップ型の対策も多様なものが提供されている。突発的な豪雨を予測できても、豪雨自体は防げない。また都市部を中心に地面を、 アスファルトやコンクリートで、くまなく舗装した結果、雨水が地中に浸透しにくくなり、短時間で市外に水が溜まったり、建物の浸水が起きたりするようになった面もある。このため、透水性舗装や雨水浸透マス、地下貯水槽の設置、舗装しない緑地の確保といった雨水を地面に滞留させない対策が自治体により進められている。また降雨が短時間なら、 水が退りくまでの間、建物への浸水を防ぐために入り口に土のを積んだり、止水板、シートを展開したりする方法もある。爆弾低気圧と同様に、ゲリラという言葉は軍事を連想させ不適切とする、指摘、またすでに州や、集中豪雨など同義、類義語がある中で、信号を採用する必要はないという観点から、ゲリラ豪雨という言葉の使用に否定。 批判する意見も存在する。また雷鳴や役物発生など雨の前兆を観測するのはたやすいことから、奇襲攻撃の意があるゲリラという語はそぐわないという見方もある。読売新聞は、極地豪雨への言い換えを記載した。また NHK は、公共放送であるという性質上、ゲリラ豪雨という呼称は使わずではこの限りではない。気象庁と同様に、集中豪雨。 局地的大雨で放送している。ありがとうございます。